はい、どうもシャロンです。というわけで今回なんですけれども、恒例ねリモートポケカ大会を開催しまして、そちらでね上位に入賞したデッキの方を紹介していきたいと思います。8月27日に開催したリモートポケカ大会、そして8月29日に開催したリモートポケカ大会から入賞したデッキの中で特にね珍しかったり面白いなというものを中心に紹介させていただきます。シャロンチャンネルのメンバーシップではリモートポケカ対戦会を開催していたりとか、フリー対戦が活発に行われていたりしますので、リモートポケカやりたいという方はぜひ概要欄の方からチェックお願いします。それでは早速ね結果の方なんですけれども、まず8月27日の開催分の大会結果がこちらとなっております。優勝はパルキアウラ工作、そして準優勝がキュレム VMAX、 そして他の上位入賞デッキがザシアン V スター、ロストヌメルゴン、アルセウス空を飛ぶピカチュウ、アルセウスギラティナという結果になりました。そして8月29日の開催分がアルセウス裏工作連撃インテロン VMAX、 パルキアウラ工作アルセウス裏工作インゲンガー VMAX、そしてゲンガー VMAX デッキアルセギラティナというような上位入賞となりました。結構ねかぶりの少ない面白いね上位入賞となっているわけなんですけれども、特にね8月29日開催分の方は白熱のアルカナのカードも、まあ、使用可能の大会だったということで、まあ、すごくねいろんなカードを試している人が多かったような印象を受けました。それではね早速これらのデッキの中から特にね珍しいなと思ったものを紹介させていただきます。まずこちらがですね、チューさんのザシアン V スターデッキですね。こちらはいわゆるスピードザシアンと、まあ、呼ばれていたデッキタイプに、まあ、ザシアン V スターが加わって大幅強化をされたようなデッキタイプとなっています。基本的にはザシアンのブレイブキャリバーで戦っていって、まあ、そのブレイブキャリバーのね反動、次のターン技が打てないというデメリットをクロススイッチャーの入れ替えだったりとか、ザシアン V スターに進化してのブレイクエッジだったりとか、まあ、そういったものでね補っていったりするような構築ですね。もう高校1ターン目からメタル操作を2枚使ってブレイブキャリバーを打っていく動きだったりとか、先行でもねサルジエからの不当の剣で鋼エネルギーをつけて先行2ターン目からブレイブキャリバーを打っていく動きに加えて、ザシアン V スターのねソードスターで VMAX とか V スターもワンパンできるようになったっていうようなデッキになっています。まあ、本当にねスピード感のあるデッキで、結構ね大会とかでも勝っている様子を見たりするので、まあ、もしかするとねチャンピオンズリーグ横浜でも活躍してくるデッキタイプの一角になってくる可能性はあると思います。使用者のコメントによると、回していて考えることがあんまり多くないんで長丁場の大会などに向いていると感じたというようなねコメントもありましたので、まあ、チャンピオンズリーグとかねめちゃくちゃ長丁場のイベントとかで活躍するデッキタイプになってくる可能性はあると思います。お次はですねトキーさんのロストヌメルゴンデッキですね。デッキレシピはこちら、キュアワーだったりとかアクロマの実験でねロストゾーンを貯めてミラージュゲートからヒスイヌメルゴン V スターの技アイアンローリングを使っていくというデッキですね。まあヌメルゴンはエネルギーがね結構貯めるのが大変なんで、今まではアルセウスとね組み合わせているデッキタイプなんかもあったんですが、ロストアビス発売後はねこのロスト型っていうのも出てきてますね。メリッサがね2枚採用されているんで、このメリッサを使ってアイアンローリングと合わせてもうめちゃくちゃのね耐久力を出したりとか、モミで回復したりとか V スターパワーのねモイストスターで回復したりとか、まあそんなような鉄壁のデッキとなっています。本人のコメントによると、雪道対策のロストスイーパーだったりとかギラティナ対策のビッグパラソルなどが採用しているということでした。ロスト型のギラティナはやっぱり火力も高いし、スターレクイエムもねビッグパラソルありきになってくるんでちょっと厳しそうなんですけれども、パルキアだったりとかアルセウスにはまあ回るとねだいぶ有利を取れるという風なコメントもいただきました。まあ、ヌメルゴンはね個人的にも結構好きな性能をしてるんですが、なかなかねいい構築は組めなかったところだったので、このロスト型ちょっと気になりますね。次がですね、秋風さんのアルセウス空を飛ぶピカチュウですね。こちらは世界大会でも優勝したデッキということでね、まあ、注目度も高いデッキなわけなんですが、デッキはね、まあ、ロストアビス環境に合わせて耐久寄りにいじってみたというようなコメントをいただいています。これね、輝くサーナイトが入ってることによって、空を飛ぶピカチュウがね、ロストインパクトを耐えることができるっていうのがね、めちゃくちゃ良さそうですね。やっぱり空を飛ぶピカチュウは世界大会では活躍したものの、結局ね、日本環境だとベルトロストインパクト310で気絶してしまうのがめちゃくちゃ弱いんじゃねと思っていたんですが、確かにね輝くサーナイトがあれば耐えることができると、まあ大きなお守りもね2枚入っているんで、まあ、耐えてさえしまえばね別にそんなに不利でもない可能性ありますからね。
で、構築のね、こだわりとしては、ビーダルはチェレンを1回使うと、まあもう手札もね、いっぱいあるし邪魔なので、抜いてジュペッタラインに変更してみたということですね。まあ、確かにジュペッタとかはサポートをね、使い回せるんで、マリーやボス、そしてチェレンの気配り、そしてね、まあ落としてしまったツツジなんかにも変換できるということで、これちょっと面白いなと思いましたね。まあ、他にもレントラーを実験的に入れてみたいというようなコメントもいただいております。まあ、もちろんね、ギラティナがきついっていうようなさっきの話もありますけれども、パルキアとかにはね、有利なデッキとなっていると思うんで、まあ、今後もね、活躍が期待されるデッキになっているかと思います。お次はですね、クドリョウさんのアルセウス裏工作ゲンガーですね。まあ、このデッキ名ね、もしかしたら聞いたことない人もいるかもしれないんですけれども、まあ、ちょっとね、巷でというかツイッターで話題になっていたデッキでして、まあ、こちらはね、ワールドチャンピオンシップスで米田拓也さんというね、まあ、日本最強クラスのプレイヤーの方が使っていたデッキとして、まあ、ツイッターに投稿されてたデッキでね、話題を呼びました。まあ、どういうデッキかっていうと、アルセウス裏工作にゲンガー VMAX とヤリウタンが1枚入っていて、で、まあ、マスタードでゲンガーを出すことができるというようなデッキ構成になっていますと。で、まあ、悪弱点のデッキとかにはね、もちろんゲンガが強いと思いますし、まあ、他にもね、パニックフィアが刺さるようなデッキに対しても強そうですし、まあ、かなりね、面白いデッキになっているんですが、まあ、これをね、実際に使ってみたと。で、まあ、本人のコメントによると、まあ、スターバーストと裏工作があるから、マスタードからのゲンガーは、普通にね、結構出せるというお話でしたね。まあ、確かにヤリウタのサルジエまで入ってるんで、ゲンガーを引いてしまってもね、山札に戻して、マスタードを使うっていう動きもできるんで、まあ、なかなかね、ゲンガーは出せそうですね。まあ、とはいえ、世界大会でね、使われたデッキということで、ギラティナが存在するね、今の環境、まあ、そしてね、白熱のアルカナも出て、どうなるかっていうのは、ちょっと今後もね、気になっていくところなんですが、まあ、結構ね、研究する人もいそうですね。で、お次がですね、ニーヤンさんの一撃ドガスゲンガデッキとなります。こちらね、なんと全勝だったみたいで、デッキレシピがこちらですね。まあ、ゲンガーとマタドガス、そしてヘルガーのこの3ラインが入っていて、クロバット V がドローとして入っていると。で、まあ、初動カードはね、ビップパス、クイックボール、ハイパーボールなどが入っていて、まあ、進化ラインね、3つもあるデッキなんで、確かにバトルビップパスとね、種ポケモン2体並べる動きはかなり重要になってきそうなので、これはね、確かに理にかなっている採用かなと思います。で、まあ、いただけの雪道とかね、マリーとかの妨害性能もありつつ、山彦ホーンなんかも入ってますね。で、まあ、本人のコメントによると、まあ、ゲンガーがね、単純に好きだから使ったっていう部分はあるんですが、まあ、マタドガスがね、今環境的に刺さっているのではという考えから使用したというお話ですね。で、まあ、マタドガスがね、まあ、実際大会を通してかなり刺さっていたということで、まあ、とはいえね、まあ、お祈りではあるので、まあ、ちょっとね、運が良かったというようなコメントもいただきました。ゲンガーはね、ハイクラスデッキで登場したっていうことでね、まあ、手に入れやすいっていうところもあって、ファンも多いと思うんですが、まあ、最近正直やっぱり数をね、だいぶ減らしてしまっていたので、これはね、ゲンガーファンからするとね、かなり朗報なんじゃないかなと思いました。はい、という感じでね、珍しそうなデッキの紹介はこちらで以上になるんですが、他の方のね、入賞デッキも紹介させていただきます。こちらがピロピロさんのパルキア裏工作デッキ、まあ、ガラルジグザグマが入っていたりね、バトルビープパスクロスイッチャーが4枚積みなのが、まあ、海外っぽさがありますね。で、こちらが植木さんのね、アルセウスギラティナ。N くじがね、特徴みたいで、ダブルターボエネルギーのこのデッキの重要性の高さから N くじをね、最大枚数採用しているというね、かなり理にかなったデッキ構築になっていました。こちらがね、元さんのキュレムデッキ。こちらはね、チャーレム V がね、結構珍しいなと思いました。キュレム V スターの打点がね、270でね、止まっちゃったりするときにヨガループでまたね、展開していく動きが、まあ、強力というお話ですね。そしてパパポケカさんのアルセウス裏工作、非常にね、堅実なデッキ構築となっております。タリンさんの雪道連撃もみインテリオン、こちらはね、タリンさんが解説のノートも書いているそうなので、興味ある方は調べてみてください。こちらが綿菓子さんのパルキア裏工作ですね。世界大会でね、活躍もしたダンデが採用されてます。そして最後がイシちゃんさんのアルセウスギラティナですね。うねりの奥義をね、ピン刺ししたのがポイントということで、まあ、V ガードエネルギーっていうね、新しい特殊エネルギーが採用が増えてくるという読みで採用したということだったんですが、一度も使われなかったというようなね、コメントをいただきました。はい、といった感じでね、今回も対戦会のデッキを紹介させていただいたんですが、まあ、2大会分だったんでね、ちょっと量が多くなってしまったので駆け足になってしまいはしたんですが、今後もね、シャロンチャンネルメンバーシップではリモートポケカ対戦会ガンガンやっていきますので、そちらもね、紹介できればと思っております。白熱のあれからね、個人的にかなり環境変わってると思ってますね。なんか最初カードプール見た時はなんかあんまりいいカードないなーなんて思ってたんですけれども、なんだかんだね、 WCS で強力なデッキが登場したりとか、
か、セレナーの登場によってね、なんか細かいねデッキパワーの変化が発生しているような気がしていて、なんだかんだでチャンピオンズリーグ横浜、このなんかパルキア一強とかっていうまま行くとはねちょっと思えないので、どうなってくるのかかなり楽しみで、自分もね個人的に結構練習していきたいと思っております。はい、まあそういうね対戦動画だったりとか考察動画とかも今後出していきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。